皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルの時間です。今回見ていくのは第6期叡王戦本戦より1回戦、小森裕太五段対渡辺明名人です。先手が小森五段、後手が渡辺名人ということで、よろしくお願いします。早速見ていきましょう。先手の小森五段は角道を止めていき、後手の渡辺名人は居飛車のまま、そして四間飛車ということになっていきました。さあ角を上がってね、後手番は持久戦模様と、まあ急戦もいけるハイブリッドではありますが、どちらかというとね、角が上がったのでほぼほぼ持久戦の方が確率が高いぞと。対する四間飛車はね、最近はもう駒組みが結構自由度が上がってきたといいますか、ちょっといろいろとね研究をしておいて、従来の美濃囲いから行くというのは少しずつなくなってきましたね。さあ対する藤井飛車に対するね、鉄壁である穴熊を見せていくと。次桂馬はね、跳ねられては困るので4四歩と防いでおくんですが、振り飛車ながら積極的に攻めの姿勢を見せておいて穴熊を牽制していきます。しかしそこでも構わずね、今すぐ来るのは難しいということで、居飛車側後手番は穴熊に入っておくということで、ハッチを閉めてね、これで一安心。さあ四間飛車側は角道と飛車道を通しておいて、積極的にいつでも仕掛けていくぞというところを見せるんですが、ここでね、素早く2四角と上がっておいて、先手からの4六歩をね、突かせないように牽制しましたね。駒組みに制約を与えると、今上がるとタダで取られてしまうので、ちょっとなかなかね、先手側としては駒組みの進展性を奪われていくということなので、2六歩とね、この角にプレッシャーを与えていきたいと。いうことで、この角をどうするかをちょっと見ていきたいですね。さあその間に悠々と後手は穴熊をね、固くしていこうと、守りの金を近づけて、先手もここでね、王様を一番下に行って戦いから遠くと、戦場から離れていってと、お互い陣形の整備をしていきます。さあ飛車先は受けておいて、早速ね7四歩と、これはまあ桂馬の活用と、あとはそのまま7五歩とついてね、この角の頭を攻めて、角がいなくなってしまえば飛車先を突破しやすいですよという狙いですね。さあまずは陣形をお互い固めていってということで、ひとまず囲いは出来上がったのですが、ここでね4六歩と行きましたね。まあこの2五歩とね、追い払いたいんですけれども、こうなるとね、角はまあ逃げておいて、まあ3三なり5一に引いてまあ転換するとかなんですが、桂馬がね、2五に跳ねる余地がなくなってしまうんですよね。なので、穴熊の弱点である端攻めを見せるために、2五桂馬の余地を残すために、本譜は積極的に4六歩とね、囲いの進展性を出していきましたね。もちろんこれはただなので、同角とね、まあ、2四と出た以上はね、牽制したものなので、取っていくんですが、ここで一応先手としてはもう踏み込んでいくということで、この角を狙いに、閉じ込めに行きます。まずは6四歩からですね。6四歩と角の退路を塞いでおいて、そして2五歩としておけば角の行き場所が今なくなりましたよね。なので次4七金と上がれば捕獲できますよということでね、まあこれはちょっと決断の一手ですよね。穴熊が出来上がっているので、まあ、やってきてくださいというような手でもあります。さあそこで早速渡辺名人、まずは8六歩とついていく。さあさあこれを同角と取りましたね。まあ同歩もあったと思います。まあこれは難しいとこですけども、同歩と取るとね、まあやはり7五歩とか、まあ、7三桂6五桂と跳ねた際に角に当たってくるのでね、まあ、本譜はこの8六を同角と取ってきました。まあ七駒になって怖いっちゃ怖いんですけれども、角を狙われて突破されるよりは飛車角交換の方がいいぞというところでしょうか。さあそれに対して継続手は3五歩とね、こちらから行きますということでね、まあ、もちろん同歩と取ってしまうと1歩持ってるんでね、3六歩と打たれてしまってこれはまずいので、3五歩に対しては力強く4七金と上がっていくと
ということでね、これで角を捕獲したので、先手としては駒得が見込めますね。さあさあ、忙しい後手なんですけれども、ここでね、穴熊の暴力というべき暴れてくるんですよ。まずは5五歩と銀を狙っていきますね。もちろんこれはね、角の方を通っていくと、この銀を取られた手が次歩成りがあるのでちょっと厳しいですよね。同歩と取ってしまえば割り打ちの銀があるということだし、まあもちろんね、この5六歩を金で払うと、このね、桂頭が空いているのでね、これもちょっと厳しいですよね。なので5五歩に対しては本譜1回逃げておきます。さあそこでですね、決断の一手、8六飛車とね、飛車をズバッと切っていきましたね。まあもちろんこれは同歩と行くんですけれども、さらに踏み込む3六歩ということでね。さあここで角を取っていくということで、先手としては駒得には成功したんですけれども、ちょっと桂頭の嫌味も残っているということで、穴熊、渡辺名人ね、自玉はもう硬いので、得意の細かい攻めをつなげる展開にできるかどうかというところになっていきます。さあここでですね、継続手は5九角と打っていくんですね。これがいい一着ですね。まあもちろんこれは手順前後でこっちになってからね、打ってしまうと飛車でね守れてしまいますので、まあ技を使ってまあこういう手もできますけれども、まあ同金同角成とやった手が飛車が通ってくるんでね、ズバッと取られてしまいますよっていうのがあるので、まあなので本譜は渡辺名人は先に5九角と打ってね、この飛車の退路を聞いてきます。さあこれで、ね、まあもちろん逃げてるようではということで、角に当てて逃げていくんですけれども、ここでねズバッとね切っていきましたね。穴熊の暴力ということで、まあこれはね、同金と同歩成とされてしまうと、と金がね玉頭に残ってまずいぞということで、小森五段粘り強く指していきます。それが本譜28角打ちですね。さあこれでね、なんとか粘っていって、この4六の金にもね遠く紐つけていくので、これでねなんとか受けていこうということですが、続く継続手がこちら4五歩と突き出していきますね。まあもちろんねこれは引くしかないですよね。まあ取る手もあるんですけれども、金が上ずってしまうのと、まあ、この銀がね上がってきたら交換するのか攻めが手厚くなるし、一回ね引かれておいて、まあ、次のね桂馬があるので、まあ、2七桂だとか3七桂馬を狙われてもちょっとまずいぞということでね、ちょっとね歩の突き出しは取ることができません。さあ引いて耐えていくんですけれども、4号に拠点ができたので桂馬を打って両取りがかかっていくんですね。さあそれに対してね、小森五段辛抱強く受けていくんですが、3七の地点で清算しておって、しかし飛車を取られて同銀となった局面ですね。先手としては駒得を主張したかったんですけれども、なんとこの組み合わせで駒割りが五分に戻ってしまうと、損得がなくなった状態で形勢判断見ると、後手は穴熊、そして次の手番があるということで、評価値見て分かる通り、やや後手が有利になっている局面ということですね。さあここからどのように寄せていくんでしょうか、見ていきましょう。まずは5九飛車と打っていく。さあ攻め合いを見せて8二飛車とね、ここで打ち返していくんですが、3二の金取りなので1回は4二銀と引いておきますが、ここでね守りのね囲いを崩す手筋ですね。歩を叩いて金を上ずらせていく。そしてさらに桂馬で引っ掛けていくということでね、先手としてはこの5八の銀を取られたりね、ちょっとする前にいかに攻めの形を築けるかということで、先行でいきます。さあ4三と引いておいて、さらに4一角と畳みかけていくんですけれども、じっとね3一金と角取りに当てていきます。さあ止まってられない先手は8一飛車成りですね。もちろんね角とか逃げてしまっているようでは、この銀がね取られてしまいますので、こうなってしまっては良くないですよね。
なのでここは止まることができない局面ということで、8一飛車成とね、まあ、角を逃げずに桂馬を補充しながら次に3二歩とか打っていきたいということなんですが、ここでね反撃の3五歩とね、この拠点となった桂馬を外すと、で取れた手がまた金に当たるぞと、これは結構厳しいですね。さあここでね攻め合いを見せていく穴熊の強さですね。やはり攻め合いになった際の玉の遠さが光りますよね。3六3七歩成と入った手がほぼほぼ詰めろ級なので、さあしかしねここで止まってられない先手、3二歩と打っておく。さあ4一とね角を払っておいて同竜と来るんですけれども、ここでね6三角とね、ここでね受けの手で、まあ竜を追い払ってしまえば手番が来るぞということでね、渡辺名人この辺はやっぱり穴熊差し慣れてますよね。ということでね竜が逃げる暇がないということで、仕方なくね竜を切ってね暴れていって、さらに桂馬でね両取りをかけていくんですけれども、じっとね3六と取り込まれていくんですよね。やはり4二桂成が、まあ、何でもないというか詰めろではないんですよね。なんでやっちゃいけない手はこれ逃げる手とかね、こうやって歩を払って逃げてしまうと取られそうな桂馬が活躍してね跳ねた手が当たるみたいなことになって、これはねちょっとおかしい将棋になるので、このある程度受けるところまで決めたら詰めろじゃないという局面を見切った上で本譜3六と踏み込んでいくとね、これで一手勝ちできますよというね渡辺名人の穴熊の勝ち方です。さあ仕方なくね4二と取ってる暇はないので、3一銀とね詰めろでなんとか迫っていきたい先手なんですが、ここでねじっと3二金と払われておいて、さあ2二桂成と取っていくんですが、これも同金としておいて、さあさらにね4二金と繋いで詰めろでいきたいんですけれども、なんせ金金銀のね3枚の攻めなんでね、いかにも細いぞということで、ここで渡辺名人は6五角とね攻防に効かせておいてね、3人の地点を受けておけば詰めろは外れるしと、さらに王様も睨むということでね、攻防の角ということで、まあ仕方なくね4三銀と打っておいてね、まあ食いついていきますよね。この手もね2二銀成からの詰めろではなっておりますね。しかしここですっと3三金とかわしておいて、ひらりとかわしますよね。いや怖い形なんですけれども、先手からの攻めがないことを見切ったこの金上がり、これが決め手になってきますね。仕方なくね技を使って押し売りをしていきますね。さあここでね一発王手を決めておく。さあこれを逃げておいて1六飛車とね、さらにまあ合駒がないんでね追いかけていくということで、玉を上がったこのタイミングで金を補充していくということで、まあ仕方なくね同銀なりとしておいて、まあ後手玉に詰めろをかけていくんですけれども、ここでズバッと決めに行く3八角成。さあ見切ったか、まあ同銀としておいてからの3七歩成、同玉に金を4六に打っていく。そして4八玉と逃げていくんですけれども、ここで決めての5六桂、そしてここで投了となります。いや見事な穴熊の勝ち方でしたね。いや、まあ投了追加これは取るしかないんですけれども、ここに空間ができたのでね5八飛車成と切っておいて、当玉に金が2枚ありますからね、金を並べていくだけで積んでしまいますね。いやー見事な渡辺明の穴熊の勝ち方という形でしたかね。本当に見事な将棋でした。これで叡王戦のね本戦は準々決勝に渡辺名人が勝ち上がるということでね、叡王戦がどのようになっていくのかというところも追いかけていきたいですね。ということで見事な勝ち方で渡辺名人勝利となりました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。